はい、東京競馬場です。明日はね、京都で行われるマイルチャンピオンシップを野田圭一郎トラックマンに披露してもらいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしょうか。まずメンバーを見たこう感想というかイメージは。そもそも去年の、はい、去年出てる馬と、今年の安田記念出てる馬多いんだけど、はい、去年ってさ、まあ通ったとこのコース取りと、はいね、差が出ただけでなんかすっごい差なかったもんね。そうでしたね。安田記念もそもそも、まあ、今回勝ったのいないし、はい、これも2着以下もね、なんかどう乗ったか、枠が良かったか、コース取りが良かったか、はい、展開が向いたか、この路線ってあんまり差を感じない。なるほど。なんかその点でなんか狙いたいのは去年とか今年の安田記念出てない馬を狙いたいと思いました。はい、出ていない。はい、そうなりますとどの馬が本命ですか。ソーバリアントでいきます。お、8番ソーバリアント。はい、人気ないですね。そうね、8番人気か9番人気ぐらいでした今。まあ着目したのは、はい、連覇してるチャレンジカップなんだけど、はい、2000m 不思議なことにね、すっごい 1000m62 秒台でも 1000m57 秒台でも楽勝したのよ。はい、全く違うペースで。いや、これはね、はい、やっぱみんな競走馬っていろんなタイプあるから、うん、ハイペースに強い馬、スローペースに強い馬、普通どっちも楽勝するってないんだよなかなか。あ、なるほど。うん、やっぱり相当生まれ持ってるものが高い。うん、ただ、うん、ただなぜ今このような現状になってるかっていうのをね、うん、やっぱりなんか使っては休み、使っては休みになっちゃう。あ、そうでしたね。うん、それと最近ねちょっと少し折り合い面が難しくなってきた。はい、その点でね、今年はねちょっと今一つ成績がね伸び悩んでるところあるんだけど、はい、いやもうもともと持ってるものは相当高いと思う。うん、その点でね、やっぱチャレンジカップ見るだけでも、はい、いや普通にね G1 級の脚力はある馬だと信じてます。うん、それが今回マイル2度目になりますからね。はい、いやこんなね富士ステークス使ってマイルチャンピオンシップなんていう予定通りにことが運んだことなんで多分初めてなんだよ。あ、なるほど。うん、でまあ、見た目だけど、まあ、前回、まあ、正直体重の問題じゃなくてねなんかボテッと見えたんだけど、はい、今回だいぶ締まってきた感じだから、あ、ようやく順調に来たと、はい、やれると思って一発狙ってみました。はい、はい、相手の筆頭はどれですかね。対抗は、相手の筆頭はまあ波打るにしましたけどね。はい、まあ、まあ前回ねまあ決定的な差ではあるし、まあさすがにね、まあソーバリアントがね、まあ多分思想だったと思うんだけど、まあ何よりは負けてるしね、まあ、先着されてるってことですよね。敬意を表して、はい、はい、続きまして何が気になる馬いますかね。やっぱりね、はい、本命最後まで迷ったのジャスティンカフェなの。迷ったんですか。迷った。5番。いやそれこそ去年の話したけど、はい、去年って内通ったか外通ったかの違いじゃん、はっきり言うて。はいはい、この馬はね真ん中ぐらいをついてちょっとこう、ね、直線ね狭いところが、そうスタートでねちょっと隣の馬とちょっとぶつかって後ろになって、はい、でも外にも出せず、うん、内突っ込んでったのよ。はい、わりかしでしかもさばけてないし、さばけなかった。でこれで0秒4差か、はい、うん、ちょっと面白いと思います。はい、はい、となりますと野田さんいつもの馬券のスタイルを教えてください。こんな3連単買うに決まってるでしょ。3連単ソーバリアント一着固定ですよ。そんな、はい、じゃあ大きい馬券をゲットできるように応援してください。はい、はい、よろしくお願いします。はい。